ってどうやってというかどこに抜けていけばいいんだろうかね。なんでバレなかったんだ。彼らも暗闇じゃあまり目は良くないのかな。いやー、そばにいる、いるいる。こっち来たはいいけどさ、どこ行けばいいんだろうね。どこ目指せばいいか全然わかんない。これだね。それを登るんだ。ダメ、いるいる。こっち来てる、あいつ。結構バレないもんだね。ザルメ。めっちゃそこにいる。何してんの、そんなとこで。え、襲ってくるタイプ。あ、襲ってこないタイプ。こっちに気がついてってことね。ちょっと誰かかくまってくんない。めっちゃ追われてるんですよ。僕は昔から気持ちを言葉にするのが苦手だった。だから言いにくいことをうまく伝えられているよ。僕を願う。僕らが小さなサライを殺し以来、僕は君の怒りをずっと感じてた。まあ、多分またなんか信仰にのっとって何かをしてしまって家庭を壊してしまったみたいな。そして首を吊ったのかな。はい、ありがとうございます。そろそろこっちまで来ちゃうんじゃないかな。よく
バレないな、こんなうろうろしてて。さっきあの女が通ってった場所か。丸太とか言ってたな。向こう側に来れたってことね。それバレちゃまずいんじゃない。あいつなんか襲ってきそうで怖いな。何もしてこない？どうやって行く？これそうじゃない？行けない？どうやってここ入んの？これぐらい開けとけば十分でしょう。はい、セーブ中来た。危ねえ。避けてなかったらめっちゃ見つかってたわ。あ、めっちゃ入ってくるね。やべやべ、やめろ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 。痛えなおい。窓開けたらめっちゃ刺してくるじゃん。回復しとけばよかったかな。これどうやって回避すんの。あれあいつらかいくぐれとかどうやんの。強行突破しかないよね。それとも無視してれば出てってくれる。怖怖怖怖、めっちゃそこにいる。待て、立ち上がれ、急げ急げ。どけどけ。ダメだダメだ。あー、今ドアあったからそっちから出ればよかったな。正直向こうでも行けそうな気がするけどね。なんか反対側もなんか行けそうな感じする。危な危な危な。あいつどこ行った？すれ違えなかったか。多分こっちじゃないね。急げ急げ急げ。で、こっちか。
今日は三人を送った。彼らも汚れ人たちと過ごすことになる。彼らの傷は熟々に生み、とても隠しきれない。大神父クノースは彼らの7人の子供たちを他の者と一緒に我が養護施設で送ってきた。これで私が管理する孤児の数は40人を超えた。みんな私のことを激しく愛している。両親に捨てられたことが分かっている子供だけにしかできないやり方で、彼らには私だけが太陽が昇るように自然で信頼できる事実なのだろう。そして私も彼らを愛している。私が我が子を持つことはないだろうし、私なら多くの愛を授けてやる。神が彼らを見捨てようとも、私はそこにいて彼らの慰めを導いてるつもりだ。この意味にはどういう意味かな。いや、わかんねえよ。狂気は感じるよね。これは何？死体か。これ引っ張らなきゃダメ？引っ張るとここが開く？やるか。違いだな。やばい。めっちゃグロいじゃん。うわやば。まあでもね、これで解放してくれたね、彼らはね。電池のバッテリーもそろそろ入れ替えないとやばいな。だいぶスイスイ来れてる方だと思うよ。神に救いを請ったコウタが殺されたのかな。これ全部血じゃん。俺さっき隠れたけど、もしかして血の中に入ったの？個人的に感じてるものじゃないってことだね。こんだけ食らって鳥が死ぬってことは、死んでるのか気絶してるのか。A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. つまり神が死んだと言いたいのですか？神は死んだ。あっち行けそう、こっち行けそう、どっち正解？